こんにちは、招待。それでは続きからやっていこうかなと思います。あ、これはマーカスやっけ。もしかして壊されたんか。撃たれてるな。再起動する。あ、連打か。うわ、怖っ。なんか急に怖なったぞ。まだ生きてたんか。マーカス救うルートもあったんかな。救うっていうか、なんだっけ、変異体にならないような診断。お、これ音声プロセッサー破損。目は視覚ユニット、マインドパレス損傷。コナー以外で初めてやったな。シリウスポンプ調整器、心臓みたいな感じか。全身システム、節電モード。これは足か。あ、左足と右足のパーツが、足両方やられてて直立不能。あ、でも匍匐前進してる。あ、足を取り替える。あ、はいはい。あれ、なになになに。あ、おお、そういう感じで動いていくのね。怖いな。これどう、あれなんかな。カールやっけ。あいつのとこ戻んのかな。お、互換性ありつけるってことか。取り除く。おーおーおー、わー、マジか。うわー、足取れた。あ、じゃあつけたんか。互換性のある。次は左足ゲットせなあかんのか。 L2、 R2 は使えへんな。お、互換性あるかどうか確認やな。互換性ないんか。互換性あるかどうか遠目じゃ分からんのかな。なんかめちゃ怖いんやけど。なんかホラー感やばいな。うおー、怖い。なんでやねん。デトロイトビカムヒューマン、そんなゲームじゃなかったよ。お、足ゲット。足だけでええの。でも、まあ、とりあえず足ないと移動が不便だ。ここなんなんやろ。スクラップ廃棄施設みたいな感じなのかな。廃棄場から脱出する。あ、できるようになった。でもなんか精度悪い感じするな。うわ、怖っ。え、ちょっとなんか怖すぎないけど。足もなんかギリギリって感じ。うわ、俺たちが自由に暮らせる場所は、ジェリコを探せ。ジェリコを探すんだ。ジェリコ、会いたいと言った。ジェリコって何。うわ、何やったよ、めっちゃ怖。こんなゲームじゃなかったぞ。こんなゲームのつもりでやったんじゃないぞ。うわ、風穴開いてるやん。バツレンダーか。うわ、何やこれ、どういうこと。なんでこんなことになってんねん。怖すぎるやろ。いやいやー、あ、連打。え、なにこれ、なにこれ。うお、なんかゾンビやん、こんなんもう。大丈夫。故障した部品、あー、今目もあんま見えてないってことか。あ、じゃああれかな、自力で探さなあかん感じか。あ、互換性ないんか、残念。お、なんかまだある。うお、目あるじゃん。あ、互換性ないんか。
もないんか。うわ、怖っ。うわ、怖い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 。うわあ、やっば。とりあえず目が欲しいな、目が。音声プロセッサーを、とりあえず耳がこれで聞こえるやんなんだか。おお。これでどうなるん？ちゃんと耳が聞こえるようになるのか。うるさいな、結構。あー、目がないと無理やねんな。おっ、目来たんちゃう、これは。お、来た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 、青いコーナー。いやー、ちょっとこ怖い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 。こんにちは、私は AK700 型、何でも申し付けください。ご用件は。こんにちは、私は AK です。うわぁ、もうプログラムが異常を検出しました。サイバーライフメンテナンスセンターに連絡してください。うわぁ、もうホラーやわ。あぁ、目が。おぉ、これでやりやすくなったな。オッドアイになってもてん。おっって言うんかな。おお、一気にこれで。何？おお、おお、調べられるけど。お、互換性あるよ。お願い待って、それだけはやめて。生きていたいの。ごめんよ。おお、やばいやん。これで復帰か。すまんかったな。生きていたいのってだいぶ意味深な言葉やな。これで完全復活？あ、もうなんかなくなってるな。おお、また他にルートあったんかな。ちょっとあんまりやりたくないことをやってしまったのかもしれない。おお、連打系しんどいな。なんか追いかけられたりする、もしかして。これ何、みんなここから逃げ出そうとしてるってこと。あれだ。うお、前に戻ってきたで。喋れへんのかな、もしかして。生きてることを実感してるんじゃない？なになになに？何を調べてんの？
アンドロイドであることをやめるってこと？これなんなんやろうな。うわ、取れた。これないともうあれじゃない、人間と見分けつかんのじゃない、一見すると。うわ、これで人間になったってこと？そういうことよな、多分。人間になったっていうか、実質人間ってことよね。僕の名前はマーカス。おお、マーカス完全復活やな。おお、わ、なんか悪いやつになった感じするね、急に。ひー。いや、でも面白かったな。あ、エンディングは一つしかないんか。パーツを探すところで、殺さんといく方法が多分あったんよな。うん、なんかルートがそこで分かれてるんで、そんな感じなんでしょう。お、コナン。生きてたか、コナン。よかった、よかった。アマンダを見つける。もう、コナンじゃないんかな、もしかして。その、なんていうん。見た目は別にアンドロイドやからさ、何でも作れちゃって、こいつはもう2代目コナーというか、もう量産機みたいな、コナーいっぱいおるみたいな、そういう感じかな。コナーだってなんかアンドロイド感すごいもんな。すごいっていうかアンドロイドやもんね、ただの。どっちかっていうと。アマンダを見つける？アマンダって何？お墓ってこと？あ、コナー、デトロイト、デトロイト警察署で死亡。コナーマーク、俺は何なんだみたいな。え、うわぁ。そういうことね。調べるでさっきの画面になってたのか。うわぁ、コナーは。でも墓建てられるんやな、そのアンドロイドの死で。なんかちょっと嬉しいな、それは。アマンダさんはどこに、なんかあれか、あれっぽいよね。すごい、バラかこれ。バラやな。よ。こんにちは、アマンダ。あ、信用。コーナー。信用されたいな。会いたかったわ。残念なことに前任者は破壊されました。変異体は不安定なものと認識しながら油断したのでしょう。うわ。同じミスを犯さないように何もしてないのに下がんなよ、もちろんです。コーナーが破壊されると記憶は次のコーナーへと転送されます。あ、そういうこと。ですが、少なからずデータが失われるのも確か。あ、そうなん。破壊を避けるのです。それにより操作に遅れが生じてしまう。分かっています。あ、じゃあこの尋問はやられた時点で伴ったようですね。アマンダの、あれどう思いました？信用が下がるのか。なんやろうな、後悔にしたか。全員殺されていたかもしれない。前任のコナーは危険を予知できたはず。変異体に武装警官を近づけたのがそもそもの間違いです。コーナー、なんか思ってたのと違う。アンダーソン警部が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？アンダーソン、やりづらいわな。プロ意識に欠ける人物に見えます。依存症の傾向が見られ、規則を軽視しアンドロイドを毛嫌いしています。そのため非常にやりづらい。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？もうどう接するつもり。適応する。彼の性格に適応します。操作の利益を考えると、彼の心理状態に合わせ衝突を避けるのがベストでしょう。なんでそがんの？
変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。今一度捜査を再開し、最悪の事態を食い止めるのです。急ぎなさい、時間がないわ。鼻すごい大きいな。なんか下がっちゃったな。お、こいつも黄色になるんや。アンダーソン見つけたらいい。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。あ、アンドロイドか、みんな。アンドロイドだらけや。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。おい、嘘だろ。あいつのせいで危ない目にあったってのに。めっちゃおるやん。アンダーソン、あのデスクを見つけるんか。これ、あ、そういうことね。何これ何これ、アンドロイド警官。え、こんだけおるってことか。ひぃ、ここはウィルソン。デトロイトセントラルステーションでの報酬に経済ナナシ読む、ちょ読もうぜ。お、子供ロボット子育て三原則。はいはい、子供型アンドロイドか、そっちか。あ、育児費がかからないとか書いてあるな。はあ、岩の不思想の反発。はいはいはい、まあちょっとこれはまあいいかな。行ってみるか。あ、行け。あー、お前所長やったんだ。話しかけれるで、あっちの人。ちょっと行ってみようや。アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。さっくり教えてもらえた。あ、でもまだ一応いろんなとこ見れるんやな。見てもしゃあないよな。でもこれでなんか、あ、後々誰々のとこ行けとかなんのかな。ここのようなデスク、あれ、あ、これすみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。お、座ってたらいいのかな。新しい職場を探索する。 58.2 とか書いてあるのってなんなんやろ。座って意味あった。ハンクのデスクを調べる。これか。何言ってんだ。会いたいに決まった。お、なんか音楽聴けるのか。再生する。
なんか音楽プレイヤーなんか古いな。ナイツオブザブラックデース、電話をかける。ハンク・アンダーソンに電話。もしもし、ハンクだ。今は出られない。メッセージを残してもいいが、かけ直すとは限らないぞ。ピッ、じゃあな。残しとく。どうも警部補、コナーです。サイバーライフから派遣されました。もうすぐお昼ですよ。オフィスでお待ちしています。何かで切ったみたいだって話だぞ。新種のレッドアイスでも試してた。おお、なんかめっちゃあるな。なんかの事件追ってるってこと。反アンドロイドのスローガン。コットン90パーポリエステル。はあ、あ、なんこれ。お、デトロイト市警レッドアイスの売人ネットワークを摘発。国内で50人以上。はいはいはい。ハンク・アンダーソン刑事は、ああ、すごいんやね。昇格のニュースも書いてある。デトロイトで新たにレッドアイスの売人を検挙。おお、やるやん。一般的に見たら結構やるやつなんかもしれんな。お、写真や。これはマッチ、ジミーの場、リンを含む。それ含むわな。何これ。あ、セントバーナード買ってるんやね。どっちか。何これ。ドーナツかいな。結構ドーナツは食べん方がええぞ。カフェオレ、コーヒーカップ、冷えたコーヒー、カフェインの痕跡。おう、観葉植物。ええやん。なんもないか。おお、見直したか。法医学分析に回せ。おお、こんにちは、警部補。私はコナー。サイバーライフのアンドロイドです。おい、お前昨夜頭をぶち抜かれたんじゃ。残念ながら前任者は破壊されました。ですがメモリーはすべて私に転送されています。捜査への影響はありませんのでご心配なく。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。都内探索はまあもういいかな。いいのか。都内を探索する、終わってないな。ちょっと待てよ、こっちになんかありそうやね。あー、ほらほら、そこなんや、トイレかな。お、なんかイベント始まったで。くそ。お、こいつあの時なや。たく幽霊飼ってんだよ。ゆうべゴミ箱行きになったってのに。ところがどっこい、同じやつがまた現れやがった。え、どうしよう。あい、自己紹介。こんにちは、私はコナーです。無視とかしたんか。お前みたいなのは初めてだ。型番は？答えるか。 RK800 プロトタイプですよ。プロトタイプね。アンドロイドデカだぜ。いつか俺たちに取って代わる。そうなんだろ。おい、コーヒー持ってこいよ。さっさとしろ。もういいよ。無事でいたきゃ邪魔はするなよ。なんやこいつら、怖いやつらやな。お前コーヒー飲めや。ドーナツあるし。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。で、ここは？
こうか。あっち行ってみるか。ここで、これは嫌な思い出やな。記憶あるんやろ、だってここで撃たれたよ。うわあ、もう、あ、ブルーブラッドやっけ、が見えるだけでなんもない感じか。お、こっちにもなんかある。トイレやん。見る。トイレ入れんのかな。なんもなさそうやな。入れんのかな、無理っぽいな。うわ、なんかめっちゃ落書きしてんな、すごいな。なんかいろいろ書いてる。で、あれ、あー、ここにマーク出てたのか。そういうことね。おい、ちょ、じゃあちょっと話聞きに行くか。こんなとこあったっけ。おお、お、何、アンドロイド入んなみたいなの書いてある。パーソナル、パーソネルオンリーって書いてある。お、お、本くよ。あ、ちょっと待って、こっち行くルートあったんか、もしかして。うわ、やっちまったかもしれんな。新しいコナーについて話しとく。私の前任者が破壊されたせいで、あなたを不愉快な気分にさせてしまいました。二度と同じことが起こらないようベストを尽くします。おお、あ、一個アンロックされてない。パートナーになったことですし、仲良くしませんか。え、デスク、どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。お、話してくれた。使わせていただくか。名前なかったところやね。お、どうしようかな。何調べよう。犬って何？ちょっと 犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる。犬の毛が椅子に。ああ。犬は好きです。ちょっと待てよ、さっきのこと思い出そう。関係ないだろ。相撲だ。相撲って呼んでる。はいはいはい。あ、音楽も聞いてた。ナイトオブザブラックですがお好きなんですね。私も好きです。とても
こうエネルギッシュで。お前ヘビメタ聞くのか。まあ音楽自体それほど聞きませんけれど興味はあります。お、いいねいいね。バスケットボールなんてあったっけ。こうやってデトロイトギアーズのファンですか。昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか。お前がバーに現れるまで見てたんだがな。ああ。アンドロイド嫌いの理由聞いてみるか。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか。ああ一つあるな。なんや。ハンク、ファウラー。ファウラー警部とは長いんですか。ああ嫌になるほどな。あなたはいつもこれあれやな、聞いちゃダメなやつ。この時間に出勤されるんですか。俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。お、アクセスする。おお、なんやこれ。今回こいつのところ行くんか。あ、アンドロイドが失踪。アンドロイド失踪と、これは容疑者。あ、首を絞めた。はあ。襲われた。失踪中。へえ。廃棄済み。あ、これ、被害者レオマンフレッド。ああ君は父親カール・マンフレッド遺品を失った状態で発見された。はあ。お、カーラ被害者を所有していた AX400 に過去にも敵への兆候が見られた。はあ、アンドロイド。マジか。243件も。そんなの。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。あ、昨晩の話なんや。そこから捜査を始めると良いかもしれません。始めちゃうの。カーラさん助けてあげてよ。理解あなたが個人的な問題を抱えているのは理解しています。ですがそのことは割り切って捜査を。おい、もう喋るな。うんざりだ。お前はダチじゃないし、お前の助言も必要ない。うわ、やってもうたか。脅すか。あなたがこの事件の捜査を拒否していると私の上司に伝えさせてもらいます。いいかてめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデールのようです。ああ、わかった。わあ、ちょっとあんまうまくできんかったな。残念や。あ、終わり。何これ、ハンクが手がかりを。はあ、まあでもそんなになんかあれやね、そんなに分かれ道があったわけでもないんか。これなんなんやろ。ちょっと待って、アイコンのこの四角みたいな、何、選択か、選択なのかな。まあちょっと分からんけど。
はい、じゃあまあキリがいいんで今回はここまでにしようかなと思います。次回この続きカーラ編かな、カーラで逃げるところから始まるのかなと勝手に思ってますけど、まあやっていこうかなと思います。これからもデトロイトやっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。